名古屋ドームです。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは鳥谷。まあ送ってきたら打球によってはセカンドで刺す意識も持っておきたいですね。なるほど、そうですか。走ってきませんね。一塁はセーフ。高め外れました。ボール先行です。打ちました。痛烈な打球、右中間に強い打球、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ノーアウト。小宮山さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になりますか？いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。ランナーを出さないピッチングができるかどうか。低めの変化球です。スライダー決まりました。ワンボールツーストライクです。これもファウル。この球は外れています。アウトコース打ちました。亀澤アウト、ワンアウトです。さあ一塁にランナーを許しています。バッターボックスには鳥谷、そして塁上には糸井。まあ彼がランナーですし、盗塁を狙ってきてもおかしくないシチュエーションですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。2球目は何で来るか。走りませんね。動きやすい場面ですからね。ここは打ちました。強打、2塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。さあこの終盤ノーアウトのランナーを一塁に許しています。バッターは鳥谷、そして一塁ランナーは糸井。まあ彼がランナーなんで走らせてくるかもしれませんね。どう動いてくるでしょうか。もう一球牽制球、セーフ。二球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー。さあそして打席には鳥谷が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは脱していません。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。センターへワンバウンド、ヒットになった。バックホームする。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。連敗を3で止めています。小宮山さん、なんとか連敗から抜け出すことができました。やりましたね。そうですね。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ。バッターは2番に入っている鳥谷。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。いやー固め打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、これはどうか。一塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。
さあ、そしてバッターボックスには大山が入ります。さあ、引っ張った、三塁を待っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき。さあ、一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには鳥谷。まあここは送ってくるでしょうね。なるほど、そうですか。一塁はセーフ。これが2球目、打ちました。サードゴロ、サード取った、送球する、アウト、ワンアウト。打席には2番バッター鳥谷。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが大野、そしてタイガースが藤波、この2人の投げ合いとなっています。内に持ってきました。インサイド落ちました、取った、これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックス大山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。打ちました、取った、二塁へ、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。2番バッター鳥谷、先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトになっています。ファウルになります。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、最後はファールグラウンドで掴んでスリーアウトです。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。